ゴリラでございますゴリラでございますゴリラスポットゴリラでございます はい。ということでね、早速なんですけども、今日は話題が2つございます。まあ、1つ目はお知らせ。このお知らせは何かというと、インディ・ジョーンズですね。インディ・ジョーンズの、えーまあ、日本全国に、ね、いらっしゃいます、このファンの皆さんと一緒に、まあ、ちょっとね、交流を持ちたいなと。うそういう思いでちょっと作った、あーちょっとね、そういった SNS ページをちょっと作ったので、ちょっとその辺のお話、俺の思いなんかも合わせてお聞きいただければなと思います。ということで、では行ってみましょう ということでね、サクサクっていきましょう。例によって今日も、ほとんど編集をしないで、もう取って出しであげようと思ってます。あ、そうそう。でね、最近ね、ちょっとね、えっ、ー、と、本題に行く前に、この本、ね、皆さんちょっと前にご紹介、えっ、ー、と、インスタの方で紹介したかな。あの、よかったら SNS、インスタグラム、ツイッターやってますんで、フォローしてくれれば、あ,あの、ありがたいんですけども。えー、このね、えっ、ー、と、この本ね、え、インスタで紹介したかな。え、スティーブン・スピログでめちゃめちゃいい表紙なんですけども、こちらが、LS、L.A. んて言うんだろう、セプタイ、んティーム、 オーベーステーション,ション、うん、っていう雑誌なんですけどもね、これ輸入雑誌なんですけども、これね、えっ、ー、と、前も紹介したように、このインディーを中心にした、このスピルバーグのすごい活かした、えな、ー、んですかね、初期のスピルバーグの1969年から82年のスピルバーグを追った、まあ、あの、雑誌なんですね。で、これめっちゃよく で、えー、もうすぐ買ったんですが、なんとこの間ね、えー、新宿のね、木の国屋さんの洋書店の方ですね、に行きましたら、なんと、ダンこちらね、第2号が出てたんですよ、まさかの。で、こちらは、えー、まあもちろんインディーもいるんですけども、まあジュラシック・パークね、えー、T-Rex を中心に、えー、このパッケージじゃないや、えっ、ー、と、表紙の方が描かれてるんですが、今後のはこちらが1983年から93年までということで、これひょっとして、 あの、シリーズで出るのっていうね。まあ、あの、この後も出るのか、第3号も出るのかなって感じで、まあ、ちょっとパラパラっとお見せするけど、まあ、とにかくこの雑誌ね、すごい、あの、グラフィック、中のデザインがね、すごい活かしてるんですよ。で、俺ももちろん英語全然読めないんですけども、あの、見てるだけで非常に楽しいレイアウトで、ちょっとね、買うには。 あの買って損はないかなって俺はね思って購入してみましたはい値段いくらだっけな結構高かったんだよね今まあ円安もあったりするんで。 まぁよかったらね、今2号まで出てます。えー、ちょっとね、概要欄にこちらの、あの、雑誌の、まあ、向こうのね、本国のサイトの方は一応貼っとくんで、よかったらチェックしてみてください。一応ね、インスタで俺が上げたら、なんか続きも出るよみたいなこと言ってたんで、皆さん要チェックだと思います。はい。ということでね、早速、まぁ、一つ目の話題話していきたいと思います。で、この一つ目の話題何かっていうと、さっき言ったね、まあ、インディアナ・ジョーンズね、我々大好きなインディーの、ーまあ、ファン、日本全国にいらっしゃるこのファンの皆さんともっとね、より交流を深 深めたいいいなという思いがあってこの度、えー、我々インディアナジャパンね、えー、私たちインディアナジャパンが中心となりまして、えー、Facebook というね、セーナーございますけども、あちらに、えー、ファングループというものを作ってみました。で、その名もインディアナジャパンザグループオブファンズという、まあ、このファンページを作ってみました。はい、ありがとうございます。 で、えー、まあ、これね、え、リンクの方は概要欄に貼っとくので、皆さんね、ぜひね、そちらに、えー、来ていただいて、え、一緒にね、インディーで盛り上がっていければなと思うんですけど、なんでね、これを今作ったのか、そしてなぜ今 Facebook なのかというところちょっとお話ししていきたいと思います。はい。 で、えっ、ー、と、まずね、なんで Facebook なのかっていう話なんですけども、あのー、Facebook ってね、まあ、こんなこと言っちゃ失礼なんですけども、今、まあ、いわゆるその、SNS といえば、あー旧 Twitter の X、そして Instagram、そしてね、まあ、えー、Facebook に、えー、最近ではスレッズというね、まあ、同じくこの、えっ、ー、と、Facebook グループがやっております SNS がございますけども、おこのね、Facebook をなぜ選んだのかというところで、まあ皆さんね、この今言った SNS のイメージの中で、フェイスブックって結構、こうもう、俺あんまこの単語好きじゃないんだけど、オワコンじゃないみたいな、うん。そんな風にね、言われることが結構多いかと思うんですね。で、まあ実際、まあ海外はそこまで知らないですよ。俺別にそういうなんかこう、あの、専門家じゃないんでよくわかんないですけど、ただまあ、 自分のあくまで裸んでいくと、まあなんかやっぱこう Facebook って、まあ確かに今利用してる人少ないな。特に、えー、若い方、うん、若い世代の方ね、30代半ばから下の世代の人たちは Facebook 使ってる人たちはほとんどアカウントすらそもそも持ってないってい人が多いんじゃないかなとは思うんです。はい。えー、で、まあじゃあなぜその、ね、Facebook を選んだのかっていうと、今言ったようにこのページは、まあやっぱね、インディ・ージョーンズのこのファンの皆さんね、えーともっとこう 深めたいなという思いがあるんですけどもうーこのインディアナジョーンズのファンって当たり前だけど日本だけじゃないんですよね。で特に本国のアメリカねこのアメリカにおいてまあ、ファンはたくさんいるんですけどもこのアメリカを中心としたこのインディーファンの人たちってどこでコミュニケーションしてるのかなっていうと一番俺的に見て盛んなのは実はねフェイスブックなんですよ <laughs> ゴリラのリあれやった で、Facebook、まあ俺も大体1日に1回は最低でもチェックはしてます。もう投稿の頻度はほとんどね、ポストすることなくなってきてるんですけど、やっぱり今一番俺がやってるのは YouTube が多いんですけど、やっぱりね、その Facebook を開くと、まず俺の中では、ああ、俺のタイムラインではインディーの各、まあ特にアメリカのファンページいくつか入ってるんですが、まあまあ、盛んです。毎日いろいろとやりとりが起きてます。 で、あのー、ね、もう去年のね、えー、2023年のダイヤルデスティニー運命のダイヤルから、まあ1年以上経過しているにもかかわらず、えー、本国のね、皆さんはね、ワイ、うん、のワイの、これはああだ、あれはこうだと、今日こういうギアを着てみたとかね、えー、こんな風にして遊んでみたとか、ここ行ったよ、あそこ行ったよこの聖地行ったよとか、やっぱり、ね、本国ならではの大盛り上がりを見せてるわけですよ。で、そこにおいて、やっぱり我々のインディーファンのみんなってさ、なかなかこう、交流をする場所って、今のところ、 X ぐらいしかないじゃないですか。で、X って、まあ一応なんかやっぱこう、なんて言うんですかね。あの、コミュニケーションするにはやっぱね、リポストとか、ね、あのそこにあのリプライをつけたりとかで、まあやり取りはしやすいんですけど、やっぱりこう、日々の速度で流れていくのも早いなとは思うんですね。 で、一方、インスタグラム。これ、インスタグラムは個人のポストのところに、まあ、あの、ファンページみたいなのもあるんですけど、やっぱりそこにこう、なんていうんですかね、こう、コメントがあって、なんというかね、こう、一方通行、トップダウンというか、誰かが発信したものにこう、ズラズラズラっていうので、まあ、Facebook もそうなんだけど、もうちょっとね、Facebook っていうのはこう、 コミュニケーションとして、あのー、対等というか、うん、なんかこうすごい横にこう、縦というよりはこう横にコミュニケーションしてる感じがすごいあって、なので、あのー、これね、Facebook はやっぱり、あのー、イン、こと、インディ・ジョーンズのやり取りをするには向いてるんじゃないかなって、ふと思ったんですね、この間。で、さらに、そんなこと考えていたときにですね、あのー、今言った、本国の、 えー、フロリダの、あります、えー、フロリダのインディーファンの人たちがやってる、フロリダ・ジョーンズっていうファンクラブがある、ファン、えー、グループがあるんですけども、このファ,、えー、ファングループは、ま、非公式なんですけど、招待制なんですね。で、えー、その招待制のグループに、えー、ちょっとね、私ね、この間、いきなり、えー、管理人さんが、俺を招待してくれまして。 で、えっ、ー、と、そこでね、俺が、あのー、ちょっとご挨拶がてらに、皆さんとね、えー、去年、えー、あそこの前浜の方でやった、公開初日のオフ会、あの時の集合写真をアップして、日本でね、えー、まあこういうインディアナジャパンっていうのをやっていて、えー、日本も盛り上がってるよ、みたいなことをポストしたんです。そしたらね、そのグループ内だけだけど、バズって、まあいわゆる、 で、いいねからコメントからすごい来たんですよ。で、あの、どういうことかっていうと、やっぱりね、あの、ほとんどの皆さんが日本にこんなに熱いインディーファンの人たちいたのかっていうか、日本ってインディー盛り上がってるのかっていうので、やっぱね、本国に伝わってないんですよね。俺たちのこの熱い思いっていうか、盛り上がりっていうか、インディーが好きだっていうこの情熱が。だから、ちょっとね、これはね、ゆ識しき問題だなってちょっと思って、 やっぱね、これは、あのー、X とかインスタとかで、それぞれがね、発信するのも大事なんだけど、ちょっと一個みんなで集まって、 あのー、この俺たちの情熱っていうのはやっぱ一つにね、ちょっとね、一つの場所で、こうワイワイね、熟成していった方がいいんじゃないかなという思いがあり、えー、それでこう熟成させていった先に、今度は海外の、そのね、フロリダの、フロリダ・ジョーンズの皆さんとかもそうだし、あとはまああの、カルフォルニア・ジョーンズね、えー、の人たちであったりとか、まあまあ、もうその国境を越えて、やっぱりこう、インディーの冒険ってさ、国境を越えて世界をまたにインディーって冒険するじゃないですか。 だから俺たちも、やっぱりこれ SNS を通じて、どん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 こうインディーファンの人たちと、インディーのように、国境を越えて冒険していった方がいいんじゃないかなと。そういう思いもあり、今回、インディアナ・ジャパンザ・グループ・オブ・ファンズという、まあ、いわゆるファングループを作ってみました。はい。ゴリラのデ で、もう早速、もうこの間 X の方で作りましたっていうことは、インディアナジャパンの方の公式アカウントの方で告知させていただいたので、もう早速、皆さんね、入ってきてくださる方、今現在30人弱ぐらいですかね、の方が参加していただいております。ありがとうございます。 で、今後ね、もう早々に、ちょっとそろそろ、その海外勢の、本国のアメリカのね、えー、海外勢の人たちなんかも少しずつ招待して、えーまあ、彼らがどういうふうに絡んでくれるかわかんないけども、まあ俺たちの盛り上がりっていうのを見せてって、えー、海外のね、えー、本国の連中ともこう、いろいろやり取りしていきたいなと思ってるんですけど、 で、まずね、あの、ちょっと招待したいなと思ってるのは、皆さんね、あの、インディー、コアなインディーファンの方たちだったらご存知の、もう、インディアナ・ジョーンズの現在、インフルエンサーとしても活躍しているアレックスさんね。 アレックスがね、結構ね、俺まあ個人的にも繋がってるんだけど、あの SNS でね、大体。アレックスをまず招待して、で、フロリダ・ジョーンズのもちろん管理人さんもちょっと招待して、あと他にはね、マルコさんっていうスペインのファンの方がいらっしゃるんですね。この方どういう方かっていうと、このマルコさんってあの、えっ、ー、と、ダイアルブディスティニーの撮影中に、えー、ハリソンたちがさ、スペインかなスペインであの撮影してる時に、あの、ハリソンがインディーの ギアをフル装備している撮影中のハリソンと一緒に写真を撮ったインディーギアファンの人たち皆さん覚えてますあの中でヒゲのね、俺たちはヒゲの兄貴と呼んでたんだけど、あの、そのまさにハリソンと一緒にこう肩を組んで写真を撮っている、あれか、あの彼が、 マルコさんって言うんですけど、マルコさんもね、えっ、ー、と、俺のそのカリフォルニアじゃない、えっ、ー、と、フロリダ・ジョーンズの方の俺のポストに絡んできてくださって。なので、ちょっとね、マルコさんもぜひね、ちょっとこの日本の俺たちのね、えー、ファングループの方に来ていただいて、えー、遊びたいなと思ってます。で、さらにね、もうすでに、えっ、ー、と、彼ら、フロリダ・ジョーンズの方から、自ら、 えー、申請してくださって、えー、今現在もうね、すでに、えー、いらっしゃってる方がいます。えー、ケビンさんと言うんですけども、ケビンさんはね、よくね、サラーのね、あのー、フル装備なんかしてる方で。で、えー、このね、ケビンさんがね、結構ね、どでかい夢を持ってらっしゃって、で、個別にメッセージくれたんですよ。 で、ケミンさんはどういうメッセージ、思いを持ってるかっていうと、現在ね、その、まだね、これオフレコなのかなどうなのかなまあ、いわゆるその、インディアナ・ジョーンズのファンを通じて、もっとワールドワイドに、インターナショナルで繋がりたいっていう思いを彼は持っていて、で、そこで、いずれね、そういったものを、まあ、フェイスブックを超えてですかね、きっとそういうインターナショナル、その、インディアナ・ジョーンズのファンのグ,ーグループみたいなのを作りたいと、そういうふうに、えー、彼は情熱を持ってるんですね。で、 あの、もちろん、まあ、それが非公式だと思うんです。まあ、いわゆるだから、スター・ウォーズの501部隊、まあ、あちらの公式の団体ではあると思うんですけど、ああいった感じで世界中にインディアナ・ジョーンズのコミュニケーションを、おコミュニティを作ろうっていう、そういう思いがあって、で、そこで、まあ、あの、第一期のね、創設メンバーに、ぜひ日本の皆さんをね、招待したいみたいなことをおっしゃってくれてて、いや、これはね、やっぱ、あの、俺たち、インディアナあ・ジャパン。 もうこれはね、インディアナジャパンというか、いわゆるインディが好きだという日本の皆さんですね。で、ちょっとそこは、なんかこう一緒にね盛り上がっていけたらいいなと。 新たな、このインディーの冒険がね、まあ、映画の方は一旦終了してますけども、俺たちファンのね、インディーの冒険はまだまだ終わってないので、これをね、ぜひ、えー、このインディアナジャパンのグループで、えー、皆さんと一緒にですね、世界に、えー、どん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 飛び出していけたらいいなという、そういう思いで、ちょっと、Facebook の方に、え、グループ作ってみたので、ぜひね、え、今のところテスト段階で、えー、招待制というふうになってるんですけど、あの、申請していただければ、あ、俺、またはインディアナジャパンのメンバーが管理人やってますんで、えー、随時ね、承認して、 皆さんをご招待していきますので、ぜひぜひ、えー、概要欄の方からですね。遊びに来ていただければと思います。はい。 さあ、ということでね、えー、まあ、最後にこのページ、えー、グループですね。まぁ、あ、ページと、そう、フェイスブックってページとグループって違うんですよ。この、えー、違うのね、簡単に説明できる自信がないので、ちょっと今日は割愛するけど、えー、グループ、このインディアナジャパンのこのファングループですね。このグループをご利用するあにあたって、えー、ちょっと皆さんにね、お話ししていきたいことがあります。で、まずフェイスブックっていうのは、あの、皆さんね、あの、 ご存知のように、実名なんですね。で、実名知られるの嫌だなという方も多くいらっしゃると思います。で、これね、あのー、さらにそこから通じて自分が何かポストしたことによって、自分のところのページに、まあ、あのー、いわゆる鍵アカウントみたいにね、非公開にしてればあれなんですけども、まあ、なんか、 普段のね、自分のまあ仕事だったりとかプライベート知られるのは嫌だなっていう方たくさんいらっしゃると思うんです。日本の方は特にね。で、これグループというのはですね、まあ自分がポストして、えっ、ー、とー、まあじゅ、それぞれの、あのー、設定にも変わってくるんですけど、基本的には誰かが、あ、この人、どういう人かなってって、その、例えば A さんがね、ポストしてくれるじゃないですか。で、A さんっていう人がこういう話をするんだ。じゃあこの A さんのところ見に行ってみようと思うと、A さんのプロフィールというか、 トップしか見れませんで普段投稿しているものは見れなくて何が見れるかっていうとその人がそのグループに投稿してきたものだけが見れるという感じになってます。はい。だから例えば過去にね、えー、今度のインディーのゲーム楽しそうだけど皆さん買いますかっていうのをまあ3日前に。で、その後、えー、皆さん 好きなインディ・ージョーンズの作品はどれですかって、これ A さんがやったら、A さんとか遊びに行っても、その二つしか見れないんですよ。普段、例えばじゃあその A さんが、家族とね、どこかに出かけましたとかね、会社のみんなで社員旅行でどこそこ行きましたみたいな、そういうのは見れなくなってるんで、その辺はご心配ないかなと。で、あと、これも設定、ご自身で設定していただかなきゃいけないんですけども、自分の本名をね、知られるのが嫌だよと。できたら、インスタとか、X の方で使ってる 名前でやりたいニックネームでね、いわゆるやっていきたいよという方は、そこで自分の設定をすれば、ニックネームでポストしていくこともまあ可能なので、ちょっとその辺はね、自身の方の、何ですかね、ポストの方、えっ、ー、と、Facebook の設定ですね。この設定で、ちょっとね、やっていただければと思います。はい。 で、えっ、ー、と、最後に、まあもうこれはもう当たり前の話なんですけども、これね、YouTube においても、おまあ、いわゆるネットの世界では当たり前なんですけど、コメントですね、えー、そしてポストするとき、相手に何かコミュニケーションを取るとき、えー、これにおいて、えー、私たちのこのインディアルジャパンのグループでは、思いやりと、そして想像力、 えー、そして冒険心を持って、この三つを持ってですね、えー、皆さんと交流をしていきましょうという話でございます。えー、まあ、思いやり、想像力、そして冒険心ね。まあ、思いやりっていうのは相手のことを思いやるですね。えー、想像力。で、これは想像力っていうのは、まあ、今言ったように、えー、まあ、もちろん、この、思いやりに付随することで,ですね。思いやりっていうのは、相手を思うということなので、まあ、そのね、ネットっていうのは特に、 大体の人が知らない、お互い実際にはお会いしたことない、ね、ええー、間柄じゃないですかで。人類はね、まだインターネットでのコミュニケーションで、たかなかまあ十数年なわけで、ね、今一般的になったのは、この十数年の間で、見えない相手とね、まだ人間同士って慣れてないですよ。やっぱり。でね、昨今はね、SNS でその、誹謗中傷とかそういったものも問題になってはいますけども、やっぱりそこはね、あのー、特に我々日本人は、あの、 うー礼節をね、重んじる民族なんて言われてますけども、あのー、やっぱ最初はね、初めましてとか、あ,ありがとうございますとかね、えー、まあ、ちょっとすいませんでしたとかね、えー、そういったことはね、なんかこう、気遣いですね、えー、はやっぱりこう、心配りという感じですかね、うん、気遣いしすぎちゃうとね、ちょっとつまんなくなっていっちゃうんで、まあ、心配り、思いやりを持って、えー、その思いやりは想像してですね、えー、やり取りをしていければいいなと思ってます。はい。 ね、例えば何かこう自分が分かんないこと、特にね、ギアのこととかさ、みんなね、詳しい人とかもたくさんいるでしょうし、えー、うちのね、猫印さんもいらっしゃるし、何か分かんないことがあれば、そこでね、気軽に質問していただければ、あの、こういうの買おうと思うんですけど、とかね、インディーのフェドーラ買おうと思うんだけど、ジャケット買おうと思うんだけど、どれがいいですかって。まあもちろん私のね、この YouTube の方にコメントいただくのももう全然 OK なんですけども、おそこでね、 えー、まあ、猫印さんないし、誰か情報を持ってる方が、あ、こういうのありますよって言ったら、まずはね、そこで、ありがとうございますっていう。この、ありがとうございますっていうのは、やっぱりこう、大事かなと思います。うん。なんかあ、いきなりね、ちょっと自分のね、ものと想像してたのと違うなと思ったからって、いきなり、誰かがね、こういうのありますよって教えてくれているのに、それに対して、うん、それはちょっと違うと思います。予算が高いからいりません。みたいなさ。まずはその前に、ありがとう言おうぜっていう。まあ、そういったところを、まあ、我々のグループではちょっとおもんじな 大切にしながらこのねインディアナ・ジョーンズを通じてこのインディーが好きだっていう皆さんそれぞれのこの情熱を持って、えー、このね世界の皆さんと一緒につながっていくうーこれがねやっぱりこう好きなものがあるということが人生を豊かにしていくなんていう,う魅力の一つなんじゃないかなと思ってますんでね是非皆さんよろしければお気軽に。 遊びに来ていただければと思います。そしてもちろん気軽に皆さんポストしていっていただければと思いますので、これからどうぞ一つよろしくお願いいたします。では最後までお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた